って遊びに行ったら秋川さんがリビングにいらっしゃるんですよ。いやーすごい、マラちゃんいらっしゃる。お母さんの綺麗な人じゃないソプラノで、ジュースだもん。マラちゃんは紅茶の方がいいんじゃないのか。そうかしら。リビングは広いし、線路風でドーンと印税入ってくる。はい、真面目ですよ。螺旋階段だと思うな、私リビングに続くのは螺旋階段ですよ。そこから秋川さんが降りてくる。これ言われてみきゅーって。同級生の前でピアノ弾くのよ。息子さんが絶対リビングにグランドピアノがあるんださ、お父さん、マナちゃんが今日来てるんだって。そうなのか。ほんで、朝に帰るんだ。